皆さんこんばんは、 MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやらこの世界ではお金を稼いでアイスクリーム屋さんが作れるみたいです。今回はせっかくなので置けるものをすべて置いた完璧なアイスクリーム屋さんを作れるまで終われませんということでやっていきたいと思います。どんな建物が完成するんでしょうか。楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速作っていきましょうか。まずはこちら始める、お店員が一人来ましたね。そしたら次の店員を購入するためには500ドル必要と、店員を置いたことでお金が発生するようになりましたので、ここでお金を下ろして店員をもう一人買っていきましょう。おーいいね。なんかアイスなんだ、いちごとチョコとバニラかな。こっちとこっちでちょっとレパートリーは変わらないみたいです。もう少しすれば変わってくるんでしょうか。はい、そしたら壁を買って、窓を買って、ボックスを買う。ボックス買う必要あった？まあでも置けるものは全て置きますから、そしたら次また壁を買って、あ、お金がないですね。また下ろしていきましょう。っていうかさ、めちゃくちゃお金貯まるな。はい、もう10.1000ドルってことは、わかんないちょっと計算できないんですけど、もう買えるものガンガン買っていきますよ。まずは壁から作ってった方がいいかな。壁安めなので、ちょっと壁を一通り置いていきたいと思います。入り口、ドアで、あ、こっち側の壁はまだ買えないのか。床を拡張、はい、でドアを買う。おっと、なんだこっち、テーブルを購入。あ、食べるところか。結構おしゃれでいい感じですね。あーっとお金がまた足りなくなってしまいました。下ろしていきましょう。そっち側の壁を買うためには、あ、裏側から行かないといけないのね。よーし、じゃあまたお金が下ろされたので、こっち側壁を作っていけない冷蔵庫が2つ、まだここの壁は作れないっぽいですね。そしたらちょっとこっちの部屋完成させてしまいましょうか。おー、周りの壁を買って、はい、窓を買って、テーブル、テーブル、窓。そしたらこれで屋根を購入。あー、お金が足りないなんかお金いっぱいあるように見えてそうでもなさそう。あ、でもこんだけあれば屋根が買えますね。はい、じゃあこの部屋完成させてしまいましょう。ポン、どうだ。おー、あ、まだだ。ライトを購入。あ、明るくなりました。いいね。ここで座ってね、こうやってアイスを食べれると、あ、人が来るわけじゃないのかなんかお客さんがさ、開店前からめちゃくちゃ歩き回ってるんですけど、ちょっと営業妨害だからやめてほしいな。じゃあまたお金を下ろして、あ、店員買えますね。はい、店員を買って、でこっち側の壁で、あ、ここか。はい、窓を買って、と、これさ、店員が増えれば増えるほど右下の毎秒っていうところが多くなってるんで、これさ、店員が優先だな。カウンター買って、店員、うわ !2万、待って、それはいけるかな。あ、いけそういけそう。こんだけあれば、はい、店員、買えました。オッケー。で、冷蔵庫、冷蔵庫、窓、ボックス、壁と、なんか壁がこんな安いのも、ちょっと違和感があるんですけど、まあまあまあ、それはいいとして、またお金を下ろして、窓、いいね。だんだん完成が近づいてきてるんじゃないでしょうか。で、壁を買って、あ、こっち側にもあんのか。ドア、うわ、ちょっと足りなそうじゃない？あー、足りないまたお金が足りなくなってしまいました。そしたらここから下ろして、ちょっと待って、先にこの辺さ置いちゃうか。テーブル、おお、おしゃれ。で、スピーカー、あ、いいね。ちょっと待って、結構おしゃれなアイスクリーム屋さんになるんじゃないでしょうか。なんか座る席めちゃくちゃ多いけど、そんなにお客さん最初のうちから来るかな。そしてまあ来てるっちゃ来てるんだけどね、誰も座ってくんないんだよ。おい、みんな座ってよ、ここに。歩き回ってないでさ。で、テーブルで、ここでもテーブルで、スピーカーと、オッケー。結構おしゃれになってきました。そしたらここの壁と窓、これで壁は一面作ったかな。窓を買って、オッケー。なんとか、お客さんを閉じ込めることには成功しました。閉じ込めるってなんか言い方おかしいような気もしますけど、で、家具を買って、うわ、おしゃれ。なになになに、そんなおしゃれな、おー、アイスクリーム屋さんなんですね。で、この上、うわ、待って、2階があるのこれ。ってことはさ、結
構お金いるんじゃないか。2階とかってこういうの高いイメージあるな。とりあえずちょっとここ完成させちゃうね。窓置いて、窓置いて、でライトと OK、 こっち側の座る席も完成しました。そしたら待って、2階を作る前になんかさ奥の方に置けそうだな。っていうか、あ、定員買っとく？その方がいいか。はい、定員買って、うわ、なんで君より君の方安いの？ちょっと今順番が逆転していたような気もしなくもないですけど、こっちか、床を拡張、はい、ドアを買う、うわ、何こっち、オフィスいる？まあでも一応アイスクリームのなんか次の戦略とかを考える場所なんでしょうね。作るだけ作っておきましょうか。家具、窓、あー、なるほど、ここで次のアイスクリームとかを考えてるんだ。いや、でも今それ立てさせる MK さんに。まあでもしょうがないか、アイスクリーム屋さんとして長く生きるためにはこういう部屋も必要なんでしょう。お金がない。お金がないのに振り絞って作るような部屋かな。お、待って、めっちゃ溜まってんじゃん。こんだけあれば、待って、店員から買おう。店員買って、オッケー。これで結構ね、毎秒もらえるようになってると思います。で、またお金を下ろして、こっち側家具とかを買っていくっていうかさ、これ家具とかを買っても、毎秒のところ増えてるね。ほら。増えた。ってことはさ、こういうところをガンガン進めていっても手に入るお金は増えてくのか。じゃあもうこの辺もガンガン作っちゃうよ。屋根、ガレージで、ガレージ、待って、そっちなんかあるな。ガレージのドア開く、おお、開いた。はい、じゃあガレージのドアちょっと開けておきましょう。ちょっと空気の入れ替えね。で、ドライブウェイ、なんだそれは。ライトも買えない。そしてさ、販売を購入っていうのがここに6万ドル分もあるんですけど、あれは何のこと？とりあえずお金を下ろして、ちょっと待って、奥から行こうか。この販売を購入ってやつちょっと怪しいわ。ライトを買って、で、ここがドライブウェイ。おお、あ、なるほど、入荷するときね、アイスクリームを運んでくるときにここの道を使うんだと思います。はい、じゃあここでまたドライブウェイを購入して、お金あるな、これ買ってみる。お、あ、自動販売機のことか。なんだよ、販売を購入って、これちょっとなんか日本語っていうか翻訳がちょっとおかしいような気もしますけど、あとそこ1個販売を買えば終わりですよね、こっちも。はい、オッケー。これでこっち側も完成しました。そしたら今度はまだ買ってないのか。え、こっち、なんだ、スラッシーを購入。スラッシーって何？あ、これスラッシーっていうの。へえ、みんな知ってた？あるよね、たまにカラオケとかにも置いてある気がする。あ、ちょっと微妙に味違うじゃん。いちご、ブルーハワイ、メロン、レモン、ブドウ、オレンジかな。おお、いいね。そしたらまたここお金を下ろして、こっち側のスラッシーも買っていきましょう。これは色一緒なんだ。こことここ色一緒で、こことここ違うという、まあ、こっちが人気の味なのかな、ちょっとよくわかりませんが、そしたら、うわ、こっち側にもあんな、アイスクリームを購入。で、アイスクリーム、うわー。もったいね、なんだこのしょぼい機械。この機械で買う人いるか？だってこっちで手売りで売ってるんだよ。え？一応なんかちょっと店員に話しかけるのが緊張しちゃうって人用の装置なのかな。まあ MK さんはだったらここで買うかもしんない。はい、ということで、キャッシュを下ろして、これで1階は完成したんじゃないか。ほら、いいね、よーし、オッケー。ちょっとね、お客さんが増えてきてるような気もするので、さっさと2階を作っていきましょう。はい、2階、おー、で、2階登ってきていいよ、みんな。あれ？来ないな。ちょっと2階来ていい？あ、来た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 、オッケー。で、手すりを購入。あ、これで落ちないようにすんのね。で、そっち側にも、あ、壁があるけど買えない。ちょっと待って、に、あ、なんだここ、ライトを購入。はい、おー、明るくなりました。そしてさ、よく見たら駐車スペースを購入、35,000ドル、これも買わないといけないのか。まあ確かに車で来た人がね、止めるところなかったら客足は遠のいてしまうと思いますが、にしてもちょっと高くね、マジ。いや、買っとく。じゃあ先にちょっと駐車場買うか。はい、じゃあ駐車場ポン。うおー、しょぼいな。もともと土地はあったんじゃん。まあまあまあ、それはいいとして、じゃあ上の方完成させていきましょう。上でもアイスクリームを売るような感じになってんのかな、それとも上は座るところだけ。
ちょっとわかりませんが、まずはじゃあ壁全部つけてしまいましょう。スピーカー、窓、あー待って、上の建築費が高すぎる。ちょっと待って、この上のプレゼントボックス何？あ、トレイして無料ギフトをゲット。へえ、これもらおう。あ、本当だ、ちょっとずつお金が増えてる。あ、やったなんか無料ギフトがもらえたんで、ちょっとこれも足しにしたいと思いますが、言うてそんな大きく足しにはならないな。そしたらここで、うわめちゃくちゃ溜まってる、ありがとういいね、なんか毎秒が増えてきてるからね、これでお金もなんとかやりくりできるかもしれません。で壁を立てて、壁を立てて、で家具、おーいいね、おしゃれ。でここの壁も買って、で壁で窓、おーなんかこのソファーとか真っ白すぎないちょっとこれテクスチャがバグってんのかよくわかんないけど、でトッピング、あ、なるほど、2階のここでトッピングもできちゃうと、あ、いいね、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。で窓を買って、やべお金ないぞもう MK さんお金ないぞ、もう溜まってるかな、結構、あーでも溜まってる溜まってる、オッケー結構これ羽振りいいね。よし、ということで上まで登ったら、屋根を買う前にまずは壁だな。窓を買って、でこれがブース、ちょっと待って、まず窓を買う、でこっち側壁を買う、窓を買う、やばい足りるか、壁、でここも壁で家具、おーいいね、とりあえず、2階部分壁は完成しました。屋根がめちゃくちゃ高いな、まあでもそれもなんとかやりくりするしかありません。はい、下まで降りまして、お金貯まってる、お貯まってんね、毎秒も増えてきてるんで、これで2階も完成させられるんじゃないでしょうか。屋根先買おう、おー、あ、いいじゃんいいじゃん。でライトを買って、ブースってなんだろう、はい、ブース、あ、座るとこね、いいじゃんいいじゃん。仕切りを買って、あ、お金足りないもうちょっとお金なさすぎるんですけど、これさ2万ドルぐらいさ、うわーやべえ、ちょっとお金のたまりが怪しくなってきてるかな。はい、これで1000だから1万、10万ドルか、10万ドルだけど、10万ドルじゃあちょっと上揃わなそうなんだよな。だって大体もう2、3万ドルだもんね、1個。で、上に上がったら、ちょっと待って、安いのから行こうか。はい、ブースを購入。で、ここでも、はい、ブースを購入。で、こっち側も、はい、ブースを購入と、オッケー。座れるところは増えてきました。で、スピーカー、うわ、おしゃれ。はい、で、うわ、ちょっと待って、そのトッピングは、沼にはまりそう。一旦そこは放置。ライトで、うわあ、あとはもう買っていくしかないのか。スラッシー、うわスラッシーとかさ、1個2万はさすがに高くね2万2万2万でさ、さっきのアイスクリームのところも多分2万2万2万でしょう。足りるかな。そしたらまたこれ上に登りまして、よしこれで完成させるぞ。テーブルを購入、おおいいね。で、はい、こっち側トップピン、あ、トッピング、あ、トッピング、トッピング、やばいちょっと待って、お金がない。テーブル、オッケー、うわー、なんか、あ、なんかハマっちゃった、お客さんごめんなさいお客さんなんかハマっちゃ、ちょ、お客さんハマってる、あ、消えたお客さんがバグって消えた、あ、さっきのお客さんバイバイ、あ、なんかワープしたみたい。そしたらこっち側スラッシュ、あー、やばい、やっぱさお金がないってば。でもさ結構溜まったんじゃない、お、待って、これはもう終わったっぽい。はい、じゃあ最後ガンガン立てていきましょう。ここでスラッシーを購入して、で今度はこっち側、いやもう2階終わった、あ、終わったじゃん2階、オッケー。なんだ、外に最後何かあるみたいです。そしたらまっすぐ行って、これか、オーバーハングを購入、これで最後っぽいよね。よーし、じゃあ最後の、やつ購入していきましょう。行くよ。オーバーハングってなんだ？あー、それか。おー、いいね。なんか結構いい感じのアイス屋さんにできたんじゃないでしょうか。もうこれで買えるものは何もありませんので、完璧なアイスクリーム屋さん完成でいいんじゃないでしょうか。ということで今回は、アイスクリーム屋さん作ってきましたが、いかがでしたでしょうか。面白かったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。